ハローアースノイド。ガンダム史上初のコックピット内密室殺人に対するネットの反応をお送りするよ。ガンダムマーク4が令和最新作品で密室殺人の舞台になるなんて随分出世したな。密室。ガンダムマーク4、自分の中で人が死んでる。何、ガンダムかける新本格でもやってんの。SF ミステリって考えたら、まああるジャンルなのか。エッコクピット密室殺人事件。ガンダムマーク4が、令和最新作品で、密室殺人の舞台になる、密室殺人の狂気じゃなくて舞台なの？確かに宇宙空間でのモビルスーツは密室空間だが。密室の外から密室ごと殺害したのでは？おそらく狂気はビームサーベルかビームライフル。リニアシートが暴走してシェイクされたんじゃないかな。この事件が契機となってエアバッグが標準装備に。ガンダムマーク4改め、コードネームウェアボルフです。よろしくお願いします。ウェアボルフってやつか、マジでサスペンスものなんだな。宇宙世紀でサスペンスってのは疑念暗殺計画ってのがあったな。モビルスーツとか全然出ないけど、あれはあれで面白かった。ウェアボルフにチラッとでいいから、ガンダムマーク5出てこないかな。今が一番熱いかもしれない。ガンダムマーク4さん、マーク4がメインモビルスーツやる時代が来るとは思わなかった。なんなの、令和にマーク4ブーム到来なの。ガンダムマーク系はまだ盛る余地があるからね。そろそろガンダムマーク3主役のガイデンが出ても良いと思うの。ガンダムマーク3かっこいいよね。サイコマーク3がまだ律儀に体なのに笑う。あいつ公式にするんか。あいつ、逆に格ゲーで出たあいつまだ非公式なのか。刀とかゲームのモビルスーツ出しまくったけど、話題になったのドルメルくらいだったし。アルトアイゼンかと思ったら違った。これ一応モビルスーツなんだっけ。 G ガンの時期だからベガみたいなラスボスになったんだっけ。必殺技ダブルニープレス。失礼な、もうコハ極道だ。コマンドは残裂剣か。スライディングは完全にベガだな。幻のモビルスーツ。これがファースト時代のモビルスーツ。当時ではありえんけど今はいてもおかしくないかな。格ゲーはパクリパクられが日常茶飯事とはいえ、バンダイ君さすがにこの各種モーション舐めすぎじゃありませんかね。あまりにもまんまだから許可取っての上かと思ってたら無断だった。ドムは構えは忍者だけど古月斬が使える。パクるにしてもせめて統一感持たせろよ。モーションいろいろそのまんますぎて服。このゲームはどっかで見たような技しか出てこない。どのモビルスーツがどの格ゲーキャラをパクっているのか探求する黒い楽しみ方もあった。塩沢さんの声で、パワーグラデーションって叫ぶんだっけか。それ元ネタや、塩沢声のシャルロットとかイケメンすぎるわ。なぜか二刀流になるゲルググとかほんとやりたい放題だったな。ゲルググはヤグー10米入ってたな。ドルメル君は設定上の全高は 17.9 メートルだが、18メートルのガンダムより明らかにでかい。プレッシャーで大きく見えるのはガンダムだとままあることだし。一回だけゲーセンでプレイしたことあるけど CPU のガンキャノンにほふられたな。CPU は漏れなく超反応なので知らずにプレイしたら即終わる。基本ガン待ちして技の暴発誘ってそれを叩くってパターンが有効やね。ドンメル君のパイロットは唯一の女キャラ。前作だとセイラさんがいたのに。ドンメルはついに別ゲームに出演できたって噂を聞いた。バトーペでもベガみたいなスライディングしてるじゃねえか。まさか現行ゲーで堂々参戦は想定外だった。バトーペはいろいろ拾いまくるので期待しちゃう。G の影人来たら、本物と認めてやってもいい。バトーペにガンダム GT4 来たら泣いちゃう。サイコサラマンダーみたいに SD で使われたら知名度も上がり、製品化も、ないか。サイコサラマンダーはゲームは知らずとも、じゃ獣王サイコサラマンダーで知ってる世代も多そうだからな。そろそろキット化されてもいい頃だろって多分もう20年ぐらい言ってる。プラモになるのって意外とハードル高いから、ロボ魂とか G フレームの方がまだ希望ありそう。プラモで欲しいんだよな。気軽に動かして遊ぶにはロボ魂や G フレの方が優秀なんだけど、自分の好みにいじるとなると断然プラモの方がやりやすいから。一般販売ドルメル、プレ版で 2P カラー。ドルメルと並ぶマイナー拡大表だったピクシーが一気に出世したからな。ドルメルも同じパターン来るかもよ。ビグロマイヤーというなんて気もいるぞ。ピク
クシートはデザインラインも原作ゲームのノリもだいぶ許されそうな空気に差があるのでな。こっちだって一応大方原作キャラが原作通りのモビルスーツに乗ってる一年戦争のゲームだろ、いい加減にしろ。その割に不自然なくらいめっちゃ私服してたからね、ピクシー。むしろイフリートの方が先に受け入れられてたという。イフリートはバリエーションでいろんなとこに出張ってたから。イフリートは貝の影響が強すぎるんや。スの方は知名度上げるのに結構時間かかってるぞ。これの印象ほんと強いよね。通常の方は G ジェネで知ったって人も多そう。かっこいいからな。貝は出るけどスは出ないとかあったからな。イフリートサターン版ギレンの野望とかさ、出るようになったのがゲーセンの旧カードビルダーあたりからじゃなかったかな。イフリートはユニコーンで過渡期アレンジもされたのも大きい気もする。ガンダムマーク4くん、なんだその物騒な獲物は。なんかでかい気がするけどデフォのビームライフルでねえか。下半身いじってるっぽいけど顔だけでマーク4だってわかるから便利だなこいつ。耳タブみたいなのが顔の横についてるしな。リアル闘神が難しいと言われた機体をよく仕上げたよ。マーク4が漫画に普通に出てくるとは、なんか方のパーツ薄くない？人はガンダムであり狼はドーベンウルフならその途上に存在するマーク4は人狼って寸法よ。狼から銀の弾丸が出来上がったのはどういう？知らん、狼を殺した弾丸か何かだろう。密室殺人がちゃんと密室殺人だったら称賛する。変なシステムでパイロットが耐えられないならクソ確定。エグザムシステム、やだ。パイロット死んじゃったの？密室怖い。密室殺人と言ってもな、コックピットに座ってシステム起動させるだけでパイロットを強化人間にして、最終的に死なせる奴がいる界隈だからして。殺人なんて日常茶飯事の世界で密室殺人とかもったいぶるね。ティターンズは冤罪裁判の舞台になったり密室殺人の舞台になったりする。これガンダム×人狼ゲームってことか。ガンダムで人狼したい。戦争での殺し合いじゃなくコクピット内の密室殺人事件、身内の中の人殺しを見つけろって漫画。今は一人生き残ったのが誰かはわかんない状態で軍法会議で何があったか話してる感じで、話が進んでるけどまだ2話目だから序盤すぎる。ガンダムでいろんなジャンルの漫画やってよいと気づくまでだいぶかかったよな。あとやってないのってなんだろ、レースとかマフィアものとかそのあたり。モビルスーツレースか、可能性を感じる。モビルスーツ使ったレースは一応ビルドファイターズでやってたな。漫画じゃないし世界大会中の種目の一つだけど、マフィアは一応月光がそんな雰囲気だったと思う。ガンダムでやってないジャンル、学園ものとかどうや、と思ったらあってくさ。ガンダムである必要あるのおじさん、ガンダムである必要あるの？これの連載意識してなのかバトーペで、実装されたマーク4が偽装能力持ってるんだよな。ダム8バトーペである程度補強合わせてるんだなって。コードフェアリー漫画もやってるしな。この舞台ベイルライダーもなんか積んでるからな。どうやっても惨事が起きそうだわ。これ宇宙世紀何年頃の話？ゼータの頃。マーク4ってトリコロールが似合ってないよね。やはりティターンズカラーは全てを解決する。